皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、ではテイルズ・オブ・ゼスティリア実況プレイ番外編、瞳に映るものやっていきまーすって言いながらもいきなりセーブするっていうね。いやー、ここのダンジョン難しいね。敵も強いし構造も複雑だ。まあ、なんとか頑張っていこう。敵がですね、ちょっとめんどくさいんで、ホーリーボトル使っちゃおう。まあでも弱い敵って言ったって、ここに強い敵しかいねえのか。減らないね。うん。汚れを導いているものも、姿を見せないね。そうだね。やっぱ観察してるのかも。ローゼ、大丈夫？は？大丈夫だよ！みんながいるじゃない！そんなに不安がってる子に言われても説得力ないんだけど。そう、ごめん。ミクリオがさ、私を旅に誘った時に言ったんだ。何？突然。同じものを見て聞くことができるのが真の仲間だって。真の仲間。私アリーシャとは仲間になれないと思ってた。またそんなこと言い出すんだ。だってあんたはお姫様の騎士で政治家で女の子、普通に考えて私と違いすぎるっしょ。天族の方々や兵馬、汚れやそれに揺れる人の心、同志とその重視が見ている、同じものでしょ。出た、アリーシャ節。もうどうして意地悪するのよ。いつもそうよね、ロゼって。なんだろう、なんかあんたにはこんな調子になっちゃうんだよね。でもいい、もう慣れてきた。友達だもんね。いつの間にか友達認定されてるし。言い争って、挙句に取っ組み合いの喧嘩して、その後一緒に旅して、それで友達じゃないと思う。こりゃやられた。あ、やっぱりなぜも不安なんだね。こんなに汚れちゃってるし。それもある。他にもあるの？あんたのこと答え出さなきゃ。そうだね、答え出さなきゃね。悩める少女も絵にはなるが。もうヒントはなしなのね。ええ、彼女たち自身で導き出さなければいけませんから。行こう。もう戦闘は、雑魚戦はもうほぼ逃亡する方向で。早速なんだこれは。あ、でもこれは道が素直じゃないか。今左には行けそうだな。あ、宝箱の後ろにだと。あんだけして隠す道ってなんだよ。これ絶対先あるだろう。どっちだ。あれ、でも敵出てきてない。これはむしろありか。ホーリーボトル、こっちが強い認定されてるのかな。隠し扉探していくだけでいいんだったら、
もう慣れたぞ。あ、ホーリーボトル効いてるじゃん。オッケーオッケー。やった、何の苦労もせずここまで来ちゃった。これでまあ多分この回はクリアでしょう。今これいるのが9回か。あと何回だ。これで10回。空気みたいな感じのはないか。うちないな。多分皆さん的にはね、戦闘がなくて逆につまんないかもしれないけどね。あ、こっちは行き止まりだな。エフェメラルウィング、エフェメラルウィング、おーおーおー、悪くない悪くない悪くない、つけよう。扉出たって、なんもねえでしょ、なんもねえでしょ。なんかないよな、ないな。でこっちじゃないんだな。なんだ、ホーリーボトルあれば楽じゃんか。あの戦闘がね、長くなっちゃうんですよね、どうしても。まあ、素直にロゼ使ってカムイとかで戦えばいいのかもしんないけどね。せっかくアリーシャ主人公の話なんだから。ねえ、そこはやっぱアリーシャで頑張らないと。それめちゃくちゃ便利じゃん。で今いるの10回だけか。10回だよね、今これ。10回だよね、これ11回。いいテンポだ。え、また広いなこれ。あー、でもそんなにあれこれある感じじゃないな。アイテムの回収とかもほぼ無視してますからね。すぐ宝が当たると思う。おう、お、強い。映画か。特技初段に水属性ヒットプラス1。へえ、面白い。じゃ通常攻撃もそんなに悪くない感じになるのかな。ミクリオがいないからね、水属性で攻めれないんだよね。
全く水属性がないわけじゃないけど、ゴワゴワのリボン、ギガントフット、エガース、地属性ヒット、特技じゃないもんな、もぞもぞの槍。シード作んだ、ゼクシードつくからね、使いたくないけどさ、あれなんかあっさり敵出ないだけでこんなにあっさりセーブポイントあるし、よし、じゃあセーブして次に挑もう。これがでもボス戦ってないぞ、もう前にセーブ、まだボス戦ってからセーブだったよね、そろそろか、そろそろなのか、このダンジョンの採用を。絶対おかしい。なんで出会わなかったわけ？どうしたのロゼ？ここはもう一番奥だ。汚れを導いた兵馬がいないとおかしいでしょ。まさかもうカムランに。ちょっと落ち着いてよロゼ。そうよ、この汚れに気づかないの俺だ。何だこいつ、えらいのが出てきたな。しかも2体。あれ奥へ。やろう、面食いってのはマジらしいな。一番のやつのとこへ行こうって腹だ。とにかくあっちを。邪魔すんな。ロゼ、風ちょうどいい。バイユーカシオッケー、ロゼ一緒に。カムイができないあんたを下がって、そんなわけにいかないでしょ。じゃあ黙ってて集中させて。そうだな、ゴーリング、だから収束なんだ。これほどの兵馬がまだいたとは。無茶だけでなんとかなる相手じゃなさそうだぜ。けどこいつ倒さないと奥のを止められない。クハッ、ケイマスに登りたいスコーリング、シュートアイアンのスコーリング、シュートアイアンのスコーリング、コンセントレート、カスティの集中を上げてやる、コンセントレート、よし、
よし、いいぞ。確実にね。やっぱ長い電気ダメだ。もうちょい。倒れって言ってんだ。どうやったのよロゼ。来なさいよ。あれ。ロゼさん何をそんなに焦ってるんですの。なんで、なんで倒れてくれないの。なんだ。ロゼ、このままじゃダメだよ。絶対あんたをスレイのところに連れてく。だから黙って自分の身を守っとけ。ロゼ、このもうやめて。何言ってんだ。死んじゃうよ。死なないよ。私は強いらしいから。バカ、何すんのよ。話聞いて。何もないんだっての。こら、話せ。話せない。話聞くまで話さない。そっちこそ聞けってば。こんなことしてる時間ないんだって。せっかく友達になれたのに。スレイだけじゃなくてロゼにも会えなくなるなんて絶対嫌。あんた、ねえ、時間ならありますわ。え、よく見なさい。あいつら力を送り合ってたんだ。いでねね。なるほど。やっと落ち着いたようね。おそらく2体を同時に倒さない限り復活を繰り返しますわ。で、ロゼちゃんが無茶して1匹ボコったから、なんだか時間はちっと稼げてる。3分あげるわ。ちゃんとあなたも答えを出して、それなんとかなさい。ロゼさんはアリーシャさんのためにムキになってたんですのね。にしてもあのロゼちゃんがあそこまでテンパるとはな。ほんとバカ。心許した友達にだけ見せる顔、青春ですわね。バもう大丈夫だってアリシャ。また泣いてら。泣いてない。あんた気づいてたんだね、スレイのこと。でもスレイはね、死んだんじゃないよ。ヘルダルフと決着をつけた後、汚れちゃったマオテラスを浄化し続けてるんだ。それが時に取り残されることになるって知りながらね。時に取り残される。浄化に何百年かかるかわからないんだって。その間、霊能力と地上の汚れを払う志を持つ人が現れるのを信じて、スレイは自分の知覚を全て遮断して眠りについた。知覚を遮断すれば重視に力を委ねられる。そう、人と天族が幸せになる未来のために今も頑張ってる。仲間と語らったり、遺跡探検できなくても頑張り続けてる。それじゃあスレイの夢は。忘れない限り
終わらないってさ。それがスレイの答え。スレイの答え。ロゼは良かったの。それで私は私でできることやるだけだよ。だからロゼは同志に。諦めんのが性に合わないってだけ。さあ話はこれでおしまい。あの兵馬やっつけなきゃ。スレイに会うためにね。待って、まだ私の話が終わってない。見つけたよ、私の本当の答え。知ってた。え？知ってたよ。ええー、さあスレイに聞かせに行こう。なるほど。でこっからかよ。しょうがねえな。お待たせ。ちょっと遅刻よ。埋め合わせるからさ、勘弁して。ねえ、いつから知ってたの？え？最初からずっとだよ。嘘！本当だって。言ってるのなら言ってみて。いや、もうそれどころじゃないし。あ、挟まれないように注意して。オッケー。一方にまとめた方がいいかもね。本当は知らないくせに。すごいな。いいよ、知らない。ひどい、すごい悩んだんだよ。こいつ結構ヤバい技も持ってるね。うん、気をつける。適度にごまかされてますか。ライラとエドナも知ってるよ。え、そうなんですか。何の、全くですよ。ほら、何の話かわからないってことっしょ。なあ、ジョーちゃんたち、緊張感って知ってっか。あー、すいません。ザビーダ、部長。誰？俺じゃ。緊張感どこ行ったんですか。もう、ちゃんと戦ってください。同時に倒すって、それ弱らせておいてもいいでしょ。
同時に倒さないといけないって言われて、この同時に倒すってやるルール覚えてるのかな、この AI ですか。いって2体同時だよ。分かってるけど結構むずいよ。一瞬でいい、2体同時に隙を見せれば。何個何倍いや、そう、こっちが決まるな。わ、回復しちゃった。
よし、ああやっと倒せた。決まった。まだとどめいくよ。アリシャ無料スインフロー。お、今だ。ミクリオ様、この美味しすぎるぞ。さあやれる、ロゼ。あんたが言うな。かっこいい。僕が来なかったらどうするつもりだったんだい。助かりました、イクリオ様。久しぶり、アリーシャ。いや、なんてめんどくさいボスだったんだろうか。そんなことか。だったらおそらく僕が感じた汚れがそれだろう。来る途中遺跡から離れていく、何とも言えない気配を感じた。立ち去ったってこと。不気味ですね。ここは守れた、今はそれでいいよ。気にならないの？ミクリオが戻ったからね。ここはもう大丈夫でしょ。ああ、封印の方は見つけ出した。ヒョーマはもうカムランには近づけない。いいとこ総取りってわけ。生意気よ。抑えるところを抑えてこそいい男さ。君は先に戻ったのに抑えられなかったのか。いい男ではないということですよね。ぐは。ああ、地雷踏んだ。さあアリーシャ、君の答えを聞かせてやろう。あれがスレイだよ。スレイ、君のもたらしてくれた光は世界を変えている。休戦の講和条約は間もなく締結されるだろう。数百年にも及んだ両国の争いがついに終わるんだ。私はそのために尽力する。それは伝えた通りだけど、気づいたんだ、私の本当の答えに。私は政治家としてだけじゃない、王族としても騎士としても女の子としてもみんなの仲間としても生きたいんだって。それはただ欲張りなだけだと思ってた。捨てられない自分の迷いだと思ってたけど、ロゼと何度も喧嘩して先生にお別れを言うことができて、みんなとまた旅ができたから。スレイに会うためにここまで旅をしてきたおかげで答えにたどり着けたんだ。何も捨てる必要なんてないって気づいたんだ。ありがとう、スレイ。あんたがこの旅で手に入れたのは答えを信じる心だよ、アリーシャ。手に入れたのはもう一つ。ロゼ、もういいの？うん、
行こう。虫が走る。だが食いたくてしょうがない。この痛み早く味わわせたい。小娘どもを同志の小僧の前で引き裂くか、小娘どもの目の前で同志の小僧を引き裂くか、楽しみだ。力が戻る日が、食える日が、味わわせる日が。あいつはほったらかしっすか。え、ルナールはあのまま放置なの。お、ハリー社が称号を手に入れた。クリアおめでとうございます。これ、あ、そうっすか。いや、うん。じゃあ、これで、テイルズ・オブ・ゼスティリアの実況は本当に最終回ということになります。
まあなんか最後ちょっとルナールのところ気になってたんですけど、もしかしたらね、こう追加ストーリー第2弾の予定か何かがあったのかもしれないですね。ちょっとその辺なんか中途半端で、ちょっと消せない感じですけどもね。はい。まあ、ゼステリア本編の方でね、ご挨拶をしっかりとさせていただいたので、まあ、今回ちょっと簡単な挨拶で締めようと思います。はい。じゃあね、次の実況も考えてますので、その方も、ぜひご視聴ください。はい。というわけで、テイルズ・オブ・ゼステリア実況プレイ最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまた見ていけるなー。